ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、夏目漱石作三四郎。この作品は明治41年1908年9月から12月にかけて朝日新聞に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。
Thank you.
そして、関心でした。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
人が様子を見ているうちに確かに睡眠ストレートでしょうかしら。だから空気を聞いてくるにはいつだからのことを思い出してくる。何か急に一緒にあるのを思い出したことになって最初はすぐに挨拶をしようかと。エリカさんは将来の未来を上空にあるものかしタバコを隠してしようかというよく知らないなら最初はちょっとそれを守れないなら突然未来に戻しまでをしているのでそして図書館に帰った。その日は、無用紙の啓示と一種の精神作用で、ありふれた文章に勉強ができたので、最初は心に嬉しく思った。2時間で読書談話を言ったのち、フレイク家について少しの会話しなくしながら、一緒に書いたら、ちょっとずつ、学んでいるかも、最後に一冊、何気なく引っ張っていると、この見返しの間とかに、やる思いを、鉛筆で、ディナリングに書いていた。より痛いのに鉄はこんこんしないとき、エリカにも鉄はこんこんにいないし、愛がこんこんにし、こんこんにはらず、死に対する人こんにない。鉄のこんこんにはらず、心のこんにない。死の人と話した瞬間に自然とき、そういうことこの勇気とこんこんにのためのこんこんにはらずして、命のためのこんこんになる。鉄がこんこんにのここにいた、感じられた気分し、死に対する死をちゃんと予見する。そして、
Thank you.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 
態とは声がたらに全く崩れる。交通の駐車場で薄笑いをしている。なんだなんだの台湾ともう少し普通の人間たちが歩くがいい。まるでロマンチックなのにだ。三四郎にはこの用語の意味がよくわからなかった。仕方がないから、家はあったかって聞いた。そのことで今君のところへ行ったんだ。明日には引っ越す。手伝いに来てくれ。どこへ引っ越す？西方町10番地部屋の3個。足場にもこう言って掃除をしてね。待ってくれ。あとは行くから、いいか、9時まで出せ。部屋の3個だよ。実験。吉郎は急いで家に行った。三四郎も急いで飯食えたり。そのまま取って返してと叱って、ロマンチックアイロニーという句を調べてみたら、ドイツの主演が途絶え出した言葉で、何でも手伝いというものは目的の努力がなく、忠実、無駄な、くっついて、なくってはダメだという説明と書いてある。三四郎はようやく安心して、飯食え帰ってすぐ寝た。明くる日は約束だから県庁説にもかかわらず、帝国領域で学校へ行くつもりで西方町中盤地に入って、部屋の3個を調べてみると、妙に遅い通りの中ほどにある。古い家で、玄関の代わりに西洋が一つ継ぎ出していて、それと風の大座敷がある。座敷の後ろが邪魔まで、茶の間の向こうが赤く、手錠や途中に並んでいる。他に2階がある。ただし何丁だかわからない。三四郎は掃除を頼まれたのです。掃除をする必要もないと認めた。でも綺麗じゃない。しかし何と言っても、切って捨てるべきものも見当たらない。敷いて捨てれば、物に立てるくらいのものだと考えながら、ママの竹馬で座敷の上側へ腰をかけて、岩を流れていた。大きな百日光がある。しかしこれは、目の中にあるので、右の半分以上は横に杉が控える、こっちの量が崩壊しているだけにある。大きな桜がある。これは確かに柿の中を耐えている。その代わり、枝が半分もらいへ逃げ出して、もう少しすると、岩の妨害になる。菊が一株ある。けれども、管理区と見えて、こうされていない。この他には何もない。気の毒なような庭である。ただ土だけは足りない。君はこの場で穴を潰し。三四郎は土を見ていた。実際土を見るようにできた庭である。その地獄と学校で県庁説の式の始まりの令和になりました。三四郎がベルを聞きながら、くじが来たんだよと考えた。何もしないでいても悪いから、桜の枯れ葉でも運ぶ事があると。ようやく気がついたとき、また動きがないということを考えました。若い川へ腰をかけた。かけて岩を押したかと思うと、岩とまっすぐと、開いた、開いた。そして、思いもやる。池の方が長く、岩の中に現れた。日本は、池の根敷である。近くない岩は、とつぼに足りない。三四郎は、この狭い囲いの中に立った。池の真ん中を見るやり悩んだ気がしたと。花は必ず切って、永遠に望んだ日本である。この時、三四郎の腰は縁側を離れた。女は森戸を離れた。失礼でございますが、女はこの句を冒頭に置いて移植した。もしかの病例の通り前に浮かしたが、まだ決して下げない。移植しながら三四郎を見つめている。女の言葉の正面から見ると、長く伸びた目に、同時にそこから三四郎の瞳に映っている。次第に島根三四郎は、美学の教師から、クルーズの絵を見せてもらった。その時、美学の教師は、この人の書いておくから肖像は、ことごとく、フラブチュースが、表情に関連を説明した。フラブチュース、生きるなることによる、目つきを形容するには、これよりも他に言葉がない、何かを訴えている、変なるあるものを訴えている、そして、まさしく、感動に訴えている。けれども、感動の骨を通して、全員で進む訴え方である。激しい刺激と変ずる訴え方である。あまりと今よりは苦痛である。いやしく込めたことの裏も違う。見られることのことはぜひ込めたくないことに残酷な見つけである。違うこともない。クルーズの目と見たところは一つもない。目はクルーズの目、半分は小さい。ひとたずらのご相談はこちらでございましょうか。はい、小林。女の子の女子に比べると三四郎のことには少ない気合もである。三四郎も気がついている。けれども他に言いようがなかった。また、こいつに慣れないでございますが、女のことははっきりしている。普通のように後に見越さない。まだ歩きません。もう来るでしょう。女は知らせたらなんか、手に大きなバスケットをされている。女の気温の変異は、わからない。何日もだよ。光らない目が目についた。血が何だか
整形する気がなくなった。まだこの人が知り抜けと言われていた。松坂家に伺いおいて、とんけん。なんか、さあ、これよくわからない。そのうちに猫も上がってきた。まだ、赤い族って。結構反対の場合言った。こっちです。三四郎が変わって、猫の方へ近寄った。もう少しで猫の手に自分では触れるところで、まけずに、ひつまついた。大きな音がして、強く残った手を一枚抜け、強い火がまともに差し込んだ。まぶしい音であり、二人は顔を見寄せて思わず笑い出した。まだまだ燃えてる。まだ全くの腰がついてて、家主の岩が見える。岩と良かったよ。メイクは目の音で泣き出した。三四郎は四つ前になって、まだから吹き出した。メイクは大きい両手で持った三四郎の姿を見て、やがて空気を畳の上へ投げ出して、村の窓のところへ行って、なんとなく外を眺めている。そのうち、三四郎も吹き終わった。ブリゾーキーを投げつつ裸へ、もちろん叩き込んで、メイクの人が生きて並んだ。何を吹いているんです。見てごらんなさい。どういうですか？いいえ。まだ大きな木ですか？いいえ。じゃあ何を吹いているんです？僕にはわからない。私、さっきからずっと白い雲を吹いております。なるほど、白い雲が大きな空を吹いている。それが限りなくあるで、どこまでも歯を進んでいるよりも、また光ったような濃い雲が敷きに飛んでいく。風の力が激しいという、雲の端が吹き散らされると、青い血が薄いで見えることに薄くなる。それが吹き散らされたから固まって、白く柔らかな針を集めたように刺さっているんです。メイクはそこからのように指さしていった。なんちゅうのは、ここに似てるでしょう。三四郎は、ゴマということを知らなかった。それで知らないと言った。メイクはまた、ああ、と言ったら、すぐ丁寧に病院を説明してくれた。その時、三四郎は、まだ知ってる。と言った。そして、白い雲は見た雪の声。下から見たところに、6以上は、2分以上の速度でなくてはならないと。この間、突き出されたきっかけを教えた。メイコに、ああ、そのまま、と言いながら三四郎を見たら、雪がつまらないわね。どうしてお湯さんの調子であるのか。なぜです。なぜとも、雲は止まらなくちゃいけないわ。こうして、ガラガラで風が大丈夫ですから。そうですか。そこを使って、あなたは雪でも構わないと。あなたは高いところを見るのが好きなようですが、メイコは竹の格子の中から真っ白を眺めていても、白い雲が後から後から飛んでくる。どこで遠くから雪の音が聞こえる。今しながら横丁があって、こっちに近づいてくるのが地震でよくわかる。三四郎が来たって言った。メイコは、早いよね。と言ったのがじっとしている。車の音も動くのが、白い雲と動くのに関係なくあるうちに、耳を澄ましている。車が落ち着いた足の中をよしなく近づいてくる。やがて門の前に来て止まった。三四郎は目をこすれて怒りを駆け寄った。三四郎が喧嘩に出ると、後ろからも入るのが、どっちと動くやろうか。早いなぁ、と後ろがまず声をかけた。遅いなぁ、と三四郎が答えた。見ることは反対である。遅いって荷物を一度生かしたんだから仕方がない。それに僕一人だな。あとは技術と車やばかりで調子することもできない。先生も、先生の学校。二人の話を始めているうちに車やば荷物を押し始めた。技術が入ってきた。台所にも技術と車がいたので、技術と三四郎を植物を西洋まで入れる。植物がたくさんある。なら、並べるのも一仕事だ。里見のお嬢様まだ来てないか？来てる。どこに？二階に。二階に何をしている？何をしているか？二階にいる。冗談じゃない。吉野が思う一冊の言葉が、廊下伝いに足蓋の下まで行って、自由通りの声で、里見さん、里見さん、植物を片付けるからちょっと手伝ってください。という。ならぬべりくつ。もう一度、あたりを持って、メイクは静かに動いていく。何をしていたんです？と、下から、ユジローができたというように聞く。二階の数字を、と、メイクは返事があった。メイクの間違いのユジローは、メイクを西洋から東地のところへ連れて行った。次に乗ろした、
Thank you.
やったんですか？大変大きな問題で社会を連れてきたんですか？それで少しの間、こうやって働かせればいない。十分今日は疲れてるし、まだ吹き込むくらいになってます。あなたが金持ちですよ。彼女さんならあなたやめますね。そうでしょうか？そうなるとしばらくやらなかった。ミルクはクレイクをこざかと言いながら友情をお返していて、言葉に少しも余裕がない。しかもゆっくり落ち着いている。ほとんど友情の顔を見ないくらいである。三四郎と契約した。台所に会議所がちゃんと持ってくる。アセットを取り巻いた連中はサンドランチを繰り出した。少しの間は静かであったが、思い出したように友情がまた広田先生に話しかけた。先生、ついでだからちょっと聞いておきますが、さっきのなんとか弁ですね。油弁か。全体なんですよ。油弁というのは、帝国の慶州さんから17世紀。17世紀は古すぎる。雑誌の材料にはなりませんね。古い。しかし、食料として小説に忠実した初めての漫画だから、それで有名だ。有名じゃ困るな。もう少し伺っておこう。どんな本を書いたんですか？僕は、ホルヨロコという小説を読んだときだが、小川さん、そういう他の小説が全身のうちにあったでしょう。三四郎はきれいに忘れている。先生にその口外を聞いてみると、ホルヨロコという黒子の皇族が、米国の戦場に騙されて、奴隷に売られて、非常に難儀をすることが書いてあるのだそう。しかもこれは、作家の実現団だとして、後世に占められているという話である。面白いな。里見さんどうです？一つ俺のことも取れちゃう。豊次郎はまた峰子の方へ向かった。帰ってこいよ、ござんす。けれども私にはそんな実現団がないんです。黒子の主人公が必要なら、その小川君でもいいんじゃありませんか？九州の男で色が黒いから。口の上とミルコは三四郎を弁護するように言ったが、すぐ後から三四郎のことを言って、帰ってもよくって、起きて、その目を見たときに三四郎は、手が解放されて、折戸から現れた瞬間のことを思い出した。おのずから酔った心地であり、けれど酔ってすくんだ心地である。どうぞ願います、私は、まだ言えなかった。広田先生は例によってただこう飲み出した。吉郎はこれを表して、鼻から哲学の煙を吐くと言った。なるほど、煙の出方が少し違う。悠然として太くたくましい方が、よく鼻を抜けてくる。吉郎はその面中を眺めて、安易の知恵を体格に持たしたまま黙っている。三四郎の目はぼんやり岩の上にある。引っ越してはならない。まるで召集の手に見える。ダウンを従って気楽なものである。ただ、見てこだけが広田先生のおかげで、先生はさっき、脱ぎ捨てた洋服を畳み始めた。先生に和服を着せたのも、ピエコの処理とも言える。今のオール族の話だが、君はそそっかしいから間違えてはいけないから、ついでに言うわね。と先生の件がちょっと途切れた。伺っておきます。と吉郎が貴重面に言う。あの小説が出てからサザンという人がその頃の脚本に仕組んだのが別にある。やはり同じでね。それを一緒にしちゃいけない。ええ、一緒に話し合いしません。洋服を畳んでいた峰子はちょっと吉郎の顔を見た。その脚本の中に有名な句がある。Pity's hanging to love という句だが、それだけでは哲学の煙を盛んに吹き出して、日本にもありそうな句ですが、どこまでも三四郎が言った。ご家族にもみんなありそうだと言い出した。けれど、誰にも思い出せない。では一つ略してみたら、ゆかうということになって、一週間いろいろに試みてまいり、どうまでもあれない。しまいに、吉郎が、これはどうしても、俗語で行かなくちゃダメですよ。黒物の木は俗語だもの。と吉郎らしい意見を提出した。そこで三人は、全然翻訳に、吉郎に返事のことでした。吉郎はしばらく考えていたが、少し無理ですがね、こういうのはどうでしょう。かわいそうだ、だ、吠えた、ってことよ。いかんいかん、下劣の曲だ。と先生たちは苦い顔をした。その言い方がいかにも下劣らしいので、三四郎と峰子は一度に笑い出した。この笑い声がまだ止まないうちに、岩の木と向
上は早速言う。少し手順で頼みましょうか。富美子は与次郎に調子を合わせた。富美子さんは家に上がりながら、だいぶ賑やかなようですね。何か面白いことはありますか？と言って、古美子は家に行く前に腰を掛けた。今は僕が翻訳をして先生に叱られたところです。翻訳を、どんな翻訳ですか？何につまらない。かわいそうだから、あふれた。といった翻訳を笑顔で世界に向きた。一体それは何ですか？僕には意味がわからない。誰になってわからんさ。と近藤先生は言った。いやー、少し言葉を失礼するから当たり前に流すとこうです。かわいそうだとは哀れたということや。そしてその意味では何というんです？きれいな感じになった。トビアさんは天からくらたって、二三本岩の声を歩き出したら、やがてまた、くるっと向き直って、部屋を正面に止まった。なるほど、翻訳も。三四郎は翻訳の台本としても、注意せずにはやれなかった。美奈子は台所へ入って、茶碗を洗って、新しい茶をついて、縁側の頭に持っていって、と言ったままそこへ座った。よしこさんが来ますね。と聞く。体の具合を回復しましたか？とまた腰をかけて、ちゃんと、それから少し先生の方へ向いて。先生、せっかく多くも腰したのは、どこつかまえてなければならないようになりそうです。なぜ？妹が、かっこいい光に、キャラがあるというのが嫌だと言い出しましてね。それに僕が、幼稚園をやるものですから、遅くまで待っているのが作出定理じゃないんだそうです。本当に今のうちは、ああ、何に来るか分かりませんが、もう少しして、ああ、僕に来ると、あとは手順だけになるものですからね。僕の二人は、運転手を申し切れないのでしょう。実に厄介だな。ご冗談のような観測によりしたが、特別の里美さん、あなたのところへでも急いで置いてくれませんか？と見ないと僕は思った。いつでも受け止めますが、どっちです？ソワニさんの方ですか？ヨシコさんの方ですか？と四次郎が口を出した。どちらでも。三四郎だけ黙っていた。伊予田先生は少し真面目になって。そうして、君はどうするんだろう？今となる始末さえつけば、どう厳しくしてもいいです。それでなければまた、どこか引っ越さなければならない。一学校の寄宿舎でも、入れると思うんですがね。何しろ子供だから。僕が指示を言うか、僕が指示を比べるところでないと困るんです。それじゃあ、佐藤さんのところに限り。と、与次郎がまた注意を与えた。広田さんは与次郎を相手にしないようにして。僕のところに通うってやってもいいが、何しろ佐々木のようなものがいるから。という。先生、二階へはぜひ佐々木を置いてやってください。と、与次郎自身が依頼した。何やら心がれながら。どうかしましょう。何ばかり大きくって、ばかりから聞いようまるで誰もさくば聞く人形かみたいな感じで経験なんて言うんだから。キュンキュンキュン、話せばいい。任せてみたら。じゃあ、一緒に行きましょうか。ぜひ、お母さんの皆さん、ね、行きましょう。さよさん、聞く人形を含めた、聞く人形を見るくらいなら、活動写真を見に行きます。聞く人形はいいよ。と、こっちは先生が言い出した。だけど、人工的なものはおそらく外国にもないだろう。人工的にこんなものをこしらえたというところを見ておく必要がある。あれが普通の人間にできていたらおそらく団子作へ行くのも一人もいない。普通の人間ならどこにしても島には必ずいる。団子作へ行くわけにはならない。先生、一年の論理だ。と与次郎が言いました。昔、表情で教わるときもよくあれでやられたのだ。とどこになくない。先生もいらっしゃる。ドキドキの最後に、先生が黙っている。みんな笑い出した。台所から母さんが、どなたかというと、という。与次郎は、おい、と、すぐ立って。三四郎は、やはり座っていた。どれ、どこも失礼しようか。と、神谷さんが腰を上げる。あら、おかえり、ずいぶん。ドキドキは言う。言葉だ
う少し待ってくれたまえ。豊臣先生から見ると、ようござるしと言って半夜坂に渡られていった。その影が森田の外へ隠れると、美代子は急に思い出したように、しばしと言いながら岩崎に投げられた手を割いて、中部屋の窓を開けた。表で何か話している。三四郎は黙って座っていた。
まあ、それ以上も消えるから。平田先生はあの時のサポート先生だそうですね。話は見えていたけど、あなたは里見さんのところにいらっしゃる方がいいですか？私、そうね、妻の宮子さんのマネさんにお見えないんですか？宮子さんの兄さんもいるんですか？妻にとっても卒業なんです。やっぱり企画士ですか？いい、かなり違います。翻訳士です。そのまた上の兄さんが広田先生の友達だったんですけれども、早く亡くなり、今では広瀬さんだけなんです。お父さんやお母さんは、よしこは少し笑いながら、ないわ、といった、宮子の不安存在を想像することは、滑稽であると言われたばかりである。よほど美しいだろうと見える。よしこの記憶にはまるで何かだろう。そういう関係で宮子さんと広田先生の一年、出入りをなさるんですね。そんな兄さんが、広田先生との大変な仲にしちゃったそうです。それに、宮子さんの英語が好きだから、時々英語が入りがするんでしょう。こちらに来ますか。よしこはいつの間にか、水彩画の続きを書き始めた。三四郎がそばにいるのはまるで苦になっていない。それでいてよく返事をする。宮子さん。と聞きながら、書きの木の下にある、アラブケアに影をつけた。少し黒すぎますね。手を三四郎の前に出した。三四郎のことは正直に。少し黒すぎます。と答えた薬とよしこは、絵筆に水を含ませて、黒いところを洗いながら。いらっしゃいますわ。とようやく三四郎に返事をした。食べたり。ね、食べたり。とよしこは依然として昔に向かっている。三四郎は、よしこが絵の続きを書き出してから、ワードが大変楽になった。しばらく向こうのまま絵の向こうを覗いていると、よしこは丹念にまだ家での黒い壁を洗っていたが、まだ水が多すぎたのと腕の使い方がなかなか不慣れなので、黒いものが天使方へ浮き出して、せっかく赤くできた鍵が影越しの白鍵のような色になった。よしこは絵筆の手を休めて、両手を伸ばして首をぐっと引いて、本当の流れ目の遠くから眺めていたが、しばらく小さな声で、もうダメね、と言い、実際ダメなんだからしわけがない。三四郎も息が得になった。もう無用しなさい、そしてまた新しく書きなさい。よしこは顔を手に向けたまま、しきりに三四郎を見た。大きな潤いがある目である。三四郎はますます息が得になった。すると急に本当を笑い出した。まあ、短くなりそうですね。と言いながら、せっかく描いた水彩画を横手に二三本太い棒を引いて、江戸子供のもとを離れて寄せた。母をしましょう。助けをもらいなさい。お茶を出ますから。と言いながら、近くは増え上がった。三四郎は靴を脱ぐのが面倒なので、やはり縁側に腰をかけていた。裸の鳥の左なんて字を読むという女を非常に面白いと思っていた。三四郎に、万歳の体を面白がるつもりは少しもないのだが、突然お茶を出ますと言われた時には、一瞬に貝を完全の上に入れなかったのである。その感じがどうしても異性に近づいていられた感じではなかった。茶の間で話し声がする。以上は以下に違いない。と言って、裾を開いて、突き上がって、よしこが現れた。その顔を正面から見たときに三四郎はまた、女性中の最も女性的な顔であると思った。よしこは血を食って、絵を抜け出して、自分が座敷の畳の上へ座った。三四郎はもう帰ろうと思っていたが、この女のそばにいると、帰らないでも構わないような気がする。病院では、かつてこの女の顔を眺めすぎて、少し気づかれさせたために、早速引き取ったら今日は何ともなる。調理した顔幸いに、エントランと座敷で畳むのを始めた。いろいろ話しているうちに、よしこは三四郎にいろんなことを聞き出した。それは時間のある女の人が好きだ、嫌だという質問であった。ちょっと聞くと、まるで関係ない言葉を言いそうなことであるが、よしこの家はもう少し深いところにあった。研究心の強い、頑張る好きな人は、何時を研究するときでもいいから、情愛が薄くなるわけであると。現状で物を言うと全ては好き嫌いの二つになる。研究する気など、起こるのではない。自分の場合は、気学者だったのだから、
自分を研究してはいけない。自分を研究すればするほど自分を変える。とは言うのだから、今と対して不自然になる。けれど、科学で研究好きな針が、この頃自分を変えってくれるのだから、それはもっと、針は日本中で一番いい人に違いないという結論であった。三四郎はこの説を聞いて、大いにもっとだよ。
Thank you.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 